こんばんは、マスターです。こんばんは、ダイエットの、の時となりました。感謝いたします。で、お祈りいたします。天の父なる神様、与えた有の糧を感謝します。用意された妻に感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。はい、お茶いただきます。はい、今、扇風かけました。7時40分ですね。はい、外真っ暗ですね。気温は、湿度 80% 超えてます。ちょっと湿気が多いですね。もう26度は切って、もう25度ぐらいかな。温度はそうでもないですけど、湿度は大きいですね。高温多湿じゃなくて、今日はシンプルに納豆と、これは、かな、これに、ね、梅干しじゃなくてニンニク乗ってますね。これは、なんかね、ちゃんぽん。ちゃんぽんですね。なんか。一気に来そうで。ニンニクでちゃんぽんですね。だいぶもう麺が吸ってますね。出来たて熱いですけど、2、3分で麺が吸いますね。もう玉ねぎにね、キャベツに、これはあれかな、ハムかな、そういう。8時前に、また夜中にちょっと小腹が空きそうですね。ニンニク合いますね。ちゃんぽんにニンニクで言うとちゃんぽん。今日は結構雨降ってますね。夕方は上がりましたけど、日中は結構雨が。台風18号の影響で秋雨前線が来週は30度超えっていう予想が本当かどうか、ちょっと こんな感じで来週30度、なんか見間違いしたかどうか。九州じゃなくてどっか関東の方やったのかね。なんかね、分かりませんけど。そういうの。まあ、長期予報は長期予報で。
もう10月。昔は10月は衣替えっていうイメージがありましたけど、学生服か夏服か冬服にそういうイメージは強いですけど、まあ一斉じゃなくて、そうよ。わかりませんけど、夏服でも冬服でも OK な時期かどうかわかりませんけど、なんかこんな。汁は飲まない方が一気に麺は入りきますね、一気に下一気に水分を吸ってきますね、本当昨日は本当良くないですけど、まあ一気に、はい、今日は薬ですね、日本家の薬と痛み止めは飲んだ方がいいでしょうね、体を動かした方が納豆ですね、はい、ですね、金土日ですね、金土あと2日ですね、水曜日休みでしたので、ね、2日頑張って、仕事の主婦がだいぶ変わって、なんとか後半の3連休がなくなって、前半に聞きましたけど、いろんな兼ね合いで休みが
て言った、湿気が多いので扇風をかけましたけど、まあだいぶ気温が下がってきましたけど、まあ一番過ごしやすい、そうですね、26度切ってますので、25度超えてるかな。湿度大きいですね、外は。ずっと今日一日中雨が降ってましたので、はい、中秋の名月も終わったですね。で、中国が75周年だったかな、国慶節だったかな、いろいろこの大型連休ですね、日本で言えばあれですかね、5月連休みたいな、春節とまた違いますね、いろいろその国によって、アメリカやったらあれかな、クリスマスの何かな、感謝祭ってかな、何休暇かね、クリスマス休暇とかいろいろその国地域によって休みのあれが違いますね。昔です、2週間どうですかね、今はもうあるんですかね、なんかヨーロッパではバカンス、2週間バカンスって、本当はどうか。で、大きな休暇1週間かな、リフレッシュ休暇だったかな、夏休みのリフレッシュ休暇って言ったかな、いろいろ休暇ありますけど、はい、もう休みばっかしかな。はい、今日は昨日が休みでした、ね、今日はお仕事でした、明日の仕事、金土ですね、頑張っていきたいと思います。その後3連休かな。はい、マサトです。マサト、こんばんは。こんばんは。ダイエット夕食でした。はい、今日はちゃんぽんかな。はい、マサトのこのまた YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。次回の、こんばんは、ダイエット夕食でお会いいたしましょう。マサーとした、しょうげれつ、パシャンブル、シャロム、シャロム、シャロム。